皆さんこんにちは。今回もマリオメーカー2、やっていきますよ。今日も今日とて、みんなでバトルをやっていきたいと思います。プレイしていた時はめちゃくちゃ煽ったりして、非常に楽しかったのですが、動画にしてみると、とんでもないクソ捨てなのも相まって、めちゃくちゃダラダラした感じになっていたので、今回は完全に、ラシアラジオということで投稿していきたいと思います。今のキノピオ、ナイスアシストでしたね。さて今日は、6分30秒もあるので、いろんな話をして、時間を潰したいと思います。まずは、チャンネル登録者数について、話していきましょうかね。気がついたら、9500人もの方にチャンネル登録をしていただいてました。非常にありがたいことですね。もうすぐ登録者1万人になるということで、一つの節目という感じですね。節目に何かしようという気がなくもないのですが、特にアイデアも浮かんできませんし、変なことをやって、視聴者が離れていっても困るので、いつも通り、普通にやっていくんじゃないでしょうか。気が向いたら、1万人記念の動画か何かを、投稿するかもしれないです。とりあえず今のところは、何も考えてないという感じですね。なんか今、短時間の間にマラクのことを言っていたかもしれないですね。失礼失礼。とはいえ、ラシアラジオの動画ですし、打ち直すのも面倒なので、直さないでそのまま進行していきたいと思います。何せ、6分30秒もありますからね。3分を超えてくると、編集が大変になってくるんですよね。ですのでマリカーなんかも、2分ちょっととかの感じになれば、非常に作るのが楽という感じです。あとは、編集についてでも喋っていきましょうかね。前も話したことがある内容かもしれないですが、聞いたことあるなぁと思っても、適当に聞き流しておいてください。私の動画は、Windows Movie Maker で作っています。今時の投稿者はみんな、AVI UTL みたいなやつとか、もっとすごいのを使っているんだと思うんですが、私は時代に取り残された人ですし、何より、そんな難しい編集もできなければ、面白い編集をするセンスもないので、Windows Movie Maker で、編集を続けているという感じですね。動画投稿者の中で Windows Movie Maker を使って編集しているのって、おそらく私だけなんじゃないでしょうか。なんとなく、そんな気がしますね。よくもまあこの時代にムービーメーカーで動画を上げているなと、自分でもドン引きしますね。ということなので今後も、凝った編集の動画を上げることはないと思いますね。私にできる凝った編集は、レッツゴースピアーのどっかのカツラが出てくるパートで、燃え尽きハゲタに文字を変えたことくらいでしょうか。あそこだけは、やたら丁寧に編集した気がしますね。まだ3分しか喋ってないのか。また何か、別の話題を出す必要がありますね。あ、ちなみにさっき、やたら Windows Movie Maker と連呼していましたが、それには理由があるのです。そう、時間稼ぎです。その単語を言えば、少し時間を稼げるのですよ。ふっふっふ。あとは、チャンネル登録者の現状について、また喋りましょうかね。本日時点の男女比ですが、以前の状態とほとんど変わらず、男性 91%、女性 9% という感じですね。本当に私の動画は、9対1の男女比のようです。続いて視聴者の年齢層ですが、キッズの世代が、視聴回数の 2.6%、18から24歳が、34.6%、25から34歳が、59.6% という感じですね。私の視聴者のメイン層が、よくわかりますね。あとは以前も言ったかもしれないですが、アラフィフの方とか、65歳以上の高齢者の方も、わずかですが、私のチャンネルを登録しています。本当にこの人たちは、何の動画を見てるんでしょうかね。ポケモンをやっている人が、ポケモンに興味を持ったとかなんでしょうか。さっぱりわかりませんね。あ、ちなみに年齢ごとの男女比は、今すぐにはちょっとわからないです。YouTube の画面がこの間から変わっていて、非常に見づらいんですよね。まだ4分30秒しか喋れてないのか。6分30秒の動画とか、割とお仕事なんですよね。仕事終わりに気楽に作れる動画時間ではないですね。6分30秒とかいうクラスになってくると、編集するのに1時間くらい、かかっちゃうんですよね。それくらいゆっくりをつけるという作業は、時間がかかる作業となっています。
これに加えてビームシステムとかをしている人は、もっと時間がかかっているんだと思いますね。一つの動画を作るのに、一日とか数日とか、かかってるんじゃないでしょうか。ついでに、動画を編集している時間帯とか、喋っていきましょうかね。まずは、マリカーとかマリオメーカーとかの動画ですが、基本的に、30分から1時間くらいゲームをして遊んで、いい試合が取れたら、それを動画にするという感じです。その2分ちょっとの動画にゆっくりをつけるので、さらに30分くらいかかるという感じですね。そうすると、10時とか11時とか、そういう時間帯に動画が投稿されることになります。そして、ピカブイの動画とかの、割とじっくり腰を据えてやる動画についてですが、基本的に収録は、1時間とか2時間とか、そのパートによって、違いますね。40分くらいの動画を編集して20分くらいになることもあれば、3時間30分も撮影したのに、編集したら6分とかになる場合もあります。お前のことやぞデリバード。まあそれはいいや。そしてゆっくりをつける作業ですが、これは基本的に、土日の早朝に編集していますね。起きる時間にもよりますが、朝の5時頃からやり出して、8時頃に終わるという感じでしょうか。個人的にですが、朝に編集した方が、はかどるんですよね。逆に昼とかになっちゃうと、編集は基本的にやる気が起こりませんね。やるとしても、カットしたりする程度ですね。そんな感じで私は、動画を作成していますね。今日はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。